かでかくね。はい。あ、落ちてるよ。あ、そうか。ミミちゃん、プーさん持ってきたの。プーさん。プーさんの私服。あ、待って。これ自分で着せたんでしょ、服。かわいい。腕折れた。大変だ。病院行かなきゃ。見て、腕折れた。折れてないよ。超ノーマルなんだけど大丈夫？超ノーマル？超ノーマル。あ、パパパパパ。違う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 。200円。イエーイ。ディズニー仕様。200円。あれこっちは普通か。コーラはそのまま。乗ります。大丈夫リミ。え、早かったでしょ。すごい早かった。もうどこいるか分かんなかった。そうですね。やっぱりですね。超楽しかったね。はい、次。次行くか。次行くか。シンデレラ城を切ります。じゃあ、買い物先。多分これ。これ？これが見えてた。あ、そうだね。カラフルなやつ。カラカラ、キラキラ。カラカラ。カラカラじゃない、キラキラ。じゃん。あ、かわいい。あ、かわいい。学校に来てるけど。生きていく。え、どう？あ、かわいい。いいじゃん。しーちゃんのマフラーみたいな、プーさん。カチューシャ。カチューシャ。これもかわいいよね。かわいい。これ何？あ、こうやって、今こういうのさ、流行ってるもんね、冬はね。手袋とね。かわいいプーって書いてある。夜になったらこれでもいいよね。今これがいい。うん。リミちゃんしてる。お会計しなくて。これずっとね、ネット検索してた。すごいかわいい。かわいい。ここ。かわいい。これ俺がスモールワールド。スモールザワールド、スモールワールド、スモールワールドのキャラクターかわいい。最近はオープンにカバー、え、ゆーちゃんカバー、あ、かわいい。かわいいやん。今買うの？え、かわいい。超かわいい。何これ？あれ？コーヒーカップのカバン。カバンかわいい。これシンデレラ城か。なんかカバン種類増えた？増えた。これ買う。これ買う？ぶっちゃん。今買うの？つける。増えたよね。増えたよね。これ全部カバンでしょ？これしーちゃん買ったもんね。前回。ね。冬だからモコモコもある。ね。増えた。これね。オッケー。
ってやって調節できる、これ調節できないから結ぶしか。あ、そっか、じゃあ志保さんに結んでもらう。 OK、 ありがとう。おお。今からご飯食べます。何頼みましたか？カレー。カレー頼みました。ベイマックスのカレー頼みました。楽しみだね。なんかビーフカレーとバターチキンカレー2種類入ってるらしいよ。美味しそうだね。はい、楽しみに待ちます。ちょっかりちょっと撮ってんじゃん。うわ、痛い痛い。じゃがいも。痛い痛い。うん、おいしい。痛い痛い痛い。お餅っぽいの。ご飯ハートのやつ。ああ、ハートのやつ。次はプーさんです。イエー、ありがとう。もう疲れてます。ご飯食べてすっかり眠たくなってます。今の時刻11時なぜだ12時です。やばくね。やばい、まだ12時半ぐらいだよね。やばい、12時なのに体力が全然なくて困って。やばいよね。最近ね、起きる時間が12時とかだったの、うん、だからいつもだったら今頃起きてるの。確かに。仕方ないこれは。そのツケが回ってきたよね。5時起き、いきなり5時起きは辛い。まあ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 、りみちゃんももう見てこのもたれ、もたれがりみちゃん進んでるよ。プーさんだらけ。おいしそう。ハチミツだらけ。ハチミツ。おいしそうだね。ハチミツだらけ。プーさんがちょっと狂ってる。おいしそう。ハチミツだらけ。ティッシュケース。ティッシュケースも可愛いよね。かわいい。お好きにはたまらんね。コップかわいいね。これかわいい。リミ好きそう。こういうの持ってた気がする。かわいい。かわいい。なにこれ。なにこれ。すごい。首にかけるやつ。光るやつか。光る。これかわいい。売ってた。めっきりプーちゃんのが一番。これ前2個あったんだよね、うちに。で、この前来た時なかったんだよね。この前なかったんだよね。あるじゃん。復活？締め切り。いいよ。見せてください、りみちゃん。こちらね。
昔ね、あったんだよね、2個ね。これすごくね、1つはなくして、2つ目壊れた。そう、これ結構使ってました。パジャマ、パジャマだ、ほら、え、パジャマかわいいよ。かわいいのがいっぱいあるね、リミ。パジャマプーちゃんにする。パジャマプーちゃんにする日本、あ、かわいい。かわいいよね。これいいね。しっかりしてそうだし。でもね、うん、かわいい。かわいいです。これね。これ。高い。これ2000円。おお。まあまあそんなもんでしょ。1900円プラス税だから。うん。まあ、税込みだった。1900円。まあこんなもんでしょう。じゃあこれ買っていきましょう。はい。お土産いいかもね。4本お土産に買える。使えるもんね。そう、使える。今日めっちゃ舐めてます。リミちゃんはこれとパジャマも買っちゃいます。パジャマとお爪切りね。はい、はい、ということで、ブーさん乗り寄ってきました。やっとね、あの眠さ、眠気が覚めて元気が出てきましたということで今から、ビッグサンダー行きたいと思います。もう驚愕の65分待ちですよ1時間超え、今日最高だね。今日最高。え、今までで並んでも50分ぐらいしか並べなかったよね。でもさっきのプーさんさ、55分だったけど早く感じたよね。すごいなんかね、ね、10分が言い過ぎだわ40。怪しい怪しい。まあ1時間頑張りましょう。はい、並びます。皆さん、川は一見穏やかですが、その流れは予測不可能です。